それほどやると思ってませんでしたね。試合時間には含まれません。2年目です。貴重な1点を加えました。今のは結局ファーストの愛子のエラーと発表になりました。送球がそれだということでしょうね、はい、先ほどはバックホームで見事なプレーを一つ見せましたが、ベンチ入りはご覧の通り他に6人のピッチャーがありますが、スタンドから大きな拍手が沸き起こりますが、ピッチャー交代。打ち上げました。愛子、風はどうか。初めての二塁ランナーのロッテです。またまた漏れた。フェンゲルは走りません。グラウンドを降りた村田、それから園川、先日、1年ぶりの勝利を挙げた小川、ノースリー。実はその美濃商業に準決勝であの時には PL が敗れたんですけれども、ワンボールの後ピッチャー4人目クラブに変わります、はい。まあ、最初清原君もファーボール出してですね、ほとんどもうストライクゾーンに来なかったんですけど、ある意味で少々緊張感があってですね、ストライク取れなかったんでしょうけども、今のは残念ながらファーストゴロですね、ダブルプレートって愛子君のちょっとプレーでね、足を引っ張られた感じがありましたけども、これ以上投げてですね、おそらくバントをしてくるケースだと思うんですけども、はい、新人ですからあまりこう傷をつけたくない。ランナーはタッチアップから清原ホームイン、高橋義彦に変わります。ご承知の通り広島の高橋義彦、白ピッチャーの白、これでワンアウト二塁。そういう動作に厳しいですよね。詰まりました。しかし打球は伸びていきます。風だ、風で伸びていった。セカンドランナーは三塁ベースを回った田辺、打ったランナーも2位から三塁に向かう。今7点目が入って、あの辺で勢いつけなかったのが今のこうまた連敗にねつながってきてしまってるような、そんな感じするんですよね。ここは何よりもやはり投手ですよ。投手がですね、やはり一つの柱がですねできないことには、こういうケースこれからも出てくるような気がしますね。猪久保ピッチャーの白竹と、そして高橋義彦が高澤と水上との、トレードで来たわけですが、ご覧の通りの成績で開幕から2試合ほどスターティングメンバー、ショートで出ましたが、その後ちょっとスランプと言いましょうか、打てませんでね。パリーグのピッチャーの攻め方に慣れてないってこともあるでしょうけども、とかしていい仕事をしなくちゃいけないという、そういうプレッシャーが かなりやばいこの高橋君にあるんじゃないでしょうかね。4月の11日から7試合17打数ノーヒット、この指名打者はやはりね、ちょっとこの高橋君には合わないと思いますね。広島で17試合ですか、連続ヒット、昨日ホームラン打ったりして、そういったのもプレッシャーになるでしょうからね。やはり気になるでしょうね、トレードのお互いトレード。